4アリューカリューは、ノルウェーロレンス国出身の元同国代表のサッカー選手。ポジションは FW。父親は、元ガンビア代表 GK。母親は、ノルウェー人。妹は、歌手のエリザベート。ノルウェー、編集ボレレンガーアーケシフース兼ロレンスコグに生まれたカリューは、ユース時代を、地元のロレンスコグイフで過ごした後、1997年に、 ボレレンがフォトバルでキャリアを開始した。すると、同年に一部昇格を果たすと同時に二部のチームながら、カップ戦のタイトルを獲得した。2シーズンの在籍で33試合14得点を記録する、得点力の高さから注目を集めるようになった。ローゼンボリ1999年夏、過去10年間のノルウェーサッカー界で、最も成功を収め、UEFA チャンピオンズリーグに、 たびたび出場しているローゼン・ボリビー・系と遺跡金25万ノルウェークローネで加入した。短期間の在籍となったものの、リーグ戦で17試合18得点という得点力を見せつけ、UEFA チャンピオンズリーグ1999から2000では、ヘイノールトとボルシアドルトムントを相手に合計3得点上げる活躍で、チームの一時、グループ首位突破に貢献。 続く二次グループでは最下位に終わったものの、競合のレアルマドリードとバイエルン・ミュンヘン相手に得点を挙げている。欧州各国、編集欧州チャンピオンズリーグで活躍を見せた結果、2000年に移籍金850万ユーロで、スペイン一部のバレンシア CF と契約。移籍1シーズン目は2桁得点を挙げる活躍を見せ、UEFA チャンピオンズリーグ2000から01。 決勝戦で先発し、PK 戦で役割を果たすもチームは、準優勝に終わった。また、アーセナル FC とのベスト8代2戦では75分に、頭で貴重な決勝点を挙げ、チームのベスト4進出に貢献している。以降は、膝の怪我の影響から、出場機会が減少し苦しんでいたが、そのような状況下で、UEFA チャンピオンズリーグ2002から03の2時、 リーグ最終戦で2得点を挙げ、再びアーセナルを敗退に追いやる活躍を見せた。2003から04シーズンは、期限付き遺跡で、イタリア一部の AS ローマで過ごすことになり、アントニオ・カッサーノとフランチェスコ・トッティの存在のため、満足な出場機会は得られなかったものの、20試合6得点を記録した。2004年7月15日に完全遺跡で、 トルコ一部のベシクタシュ JK と契約。2005年には移籍金760万ユーロでフランス一部のオリンピックリヨンへ活躍の場を移した。この欧州各国でプレーしている間はたびたびイングランド一部のクラブから関心を寄せられていたが2002年のフラム FC は身体検査で破断ウエストブロムウィッチやルビオン FC からのオファーはバレンシアによって拒否されていた。 アストンビラ編集2006から072007年1月22日にミラン・バロシュとのトレードでイングランド一部のアストンビラ FC と3年半の契約を締結し背番号はバロシュが移籍したことで空位となった10番を着用することとなった31日の入荷するユナイテッド FC 戦で初出場を飾る3日後のウエストハムユナイテッド FC 戦で 初得点にして決勝点を挙げる活躍を見せたことで、試合後に、マーティン・オニール監督からパフォーマンスを称賛された。2007から08加入にシーズン目のカリウは、ファンから大きな期待を背負い主要選手としてプレーし、たびたび良いパフォーマンスを披露していたにもかかわらず、シーズン最初のと、しかし、同試合で自身の膝をひねった際にハムストリングを、 負傷したことにより6週間の離脱となった。復帰後の11月に、ウエストハムユナイテッド FC 戦で、自身に得点目、次のブラックバーンローバーツ FC 戦で頭で、得点、12月のマンチェスターシティ FC 戦で30ヤードの突破から得点と得点を重ねていき、1月12日のレディング FC 戦では2得点を上げる活躍を見せた。しかし、 不運なことに同試合の最優秀選手には同僚のマルティン・ラウルセンが選出されている。2月9日のニューカススル・ユナイテッド戦で自身初のハットトリックを達成。ちなみに同試合では普段ペナルティーキックを担当するギャレス・バリーから譲られてハットトリックを達成していた。4月12日のプライド・パーク・スタジアムでのダービー・カウンティ FC 戦で得点。 20日のビラパークでのバーミンガムシティ FC とのバーミンガムダービーで2得点、次のグディソンパークでのエバートン戦でも得点を挙げた。序盤戦はなかなか得点を挙げられず、また不勝利脱特許に陥っていたものの、最終的にチーム内最多の13得点を挙げ、シーズンを終了した。2008から09ビラパークで同僚のナイジェル・レオ・コーカーと公開練習をする。 カ流 UEFA インターとトカップ2008のオーデン・セビー系戦でシーズン初得点を記録。8月14日に契約を2011年までの1年延長した。ビラパークでのマンチェスターシティ戦で先制点。ストークシティ FC 戦でリーグ戦2得点目得点を挙げているが、こちらはママディシディベの決勝点により2から3で敗れている。共に、 ウエストミッドランズを拠点とするライバルのウエストブロムウィッチ・アルビオン戦ではコンビを組むガブリエル、アグボン・ナホールと共に得点。2008年10月26日のウィガン、アスレティック FC 戦でも共に得点を挙げ、またお互いの得点をアシストした。11月16日に UEFA カップ2008から09の SK スラビア・プラハ戦では同僚 MF。 スティーブ・シドウェルのシュートが下流に当たり、ゴールに入ったことで、自身の得点として記録され、また、これが決勝点となったことでチームは連勝し、グループリーグで首位に立った。このように順調だったものの、10月下旬に、同大会のアヤックス・アムステルダム戦前夜にも、かかわらず、バーミンガムのパブ付近にある、ストリップクラブで遊んでいたため、マーティン・オニール監督に2週間分の賃金に当たる、 罰金が言い渡された。論争からほどなくして、太ももと背中を痛めたことで離脱が決定し、オニール監督は、下流不在の穴を埋めるために、エミール・ヘスキーと契約を締結した。離脱している数週間は、ヘスキーが代役を務めていたが、負傷から復帰後はすんなりと自身の居場所を取り戻す、ことに成功している。2009年1月31日のウィガン。 アスレティック戦で復帰し、PFC チェスカモスクワとの UEFA、ヨーロッパリーグ2009から10ベスト32第1戦で、バグネルラブに先制点を許す中、復帰後初にして、同点弾を上げた。3月1日のストーク式戦では途中、出場からほどなくして、ボレーからリーグ戦での復帰後初得点を上げた。その後は、トッテナムホットスパー FC、 マンチェスターユナイテッド FC、エバートン、ハルシティ AFC、ミドルズブライフ C 相手に、それぞれ1得点ずつ上げ、リーグ戦で27試合11得点を記録した。2009から10、2009から10シーズン開幕戦の、先発の座は、ヘスキーとアグボンラホールに明け渡したものの、途中出場、先発出場に問わず結果を残していき、2010年3月17日に、 FA カップベスト8のレディング FC 戦で先発出場すると PK 一つを含めハットトリックを達成した。シーズンは進むにつれて先発の座を取り戻したカ流ウはウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC、サンダーランド AFC、チェルシー FC 等を相手に得点を挙げ、最終的にアグボンナホールに次ぐチームの得点源となった。ちなみに、 2009年12月19日のストークシティ戦で決勝点を挙げた際に興奮のあまりコーナーフラッグを蹴り上げて観客席に飛ばしてしまった。その付近には自身のレプリカユニフォームを着ていた小さな少年がおり驚かせてしまったカリュウは試合後に駆け寄りユニフォームをプレゼントし謝罪する場面があった。2010から11ウエストハムでウォーミングアップするカリウアグボンラホールの負傷により 新シーズンは、アシュリー・ヤングとコンビを組むことになったが、自身の負傷の問題と不調からへ、スキーに先発の座を奪われ控えに回ることが多くなった。シーズンが進むにつれ状況は、顕著となったため、冬の遺跡市場で、対談の噂が流れたものの、ジェラール・ウリエ監督の構想に入っているとのことで、残留となった。しかし、18日に移籍金1800万ポンドで、 サンダーランドからダレンベントが加入したことで以前よりも出場機会が限られたものとなってしまった。2011年5月27日に契約満了に伴い対談することが決定した。ストークシティへのレンタル、編集2011年1月21日にストークシティ FC へシーズン終了まで期限付き遺跡で加入し、加入時の会見でタクラブからのオファーを断り、 ストークへの加入を決断したことを明かした。このカルーの到着にアンディ・ウィルキンソンをはじめとしたストークの選手たちから歓迎された。翌日のフラム戦で途中出場から初出場を飾り、2月5日のサンダーランド戦で初得点を挙げ、さらに FA カップのブライトンホブ、アルビオート FC 戦でも得点をした。しかし、背中の負傷の問題から10試合1得点と、 輝きを取り戻すことができず、所属元のアストンビラ放出後に自由遺跡のみとなっても、トニー・ピューリース監督から誘われることはなかった。ウエストハム、編集2011年8月6日、2010から11シーズンで、プレミアリーグを最下位に終わり2部へ降格した、しかし、ここでも以前のパフォーマンスとほぼ遠かったために、新契約を勝ち取ることができず、 シーズン終了後に、ジュリアン・ホベル、フランク・ノーブル、パパ・ブバ、ディオプ、アブ・ドゥ・ライファイ、オリバー・リーの5名と共にクラブを去ることとなった。自由遺跡のみとなったカリュウは、2012年8月に、フルス・ボレレンガと交渉していたものの、試合につき60万ノルウェークローネを要求したことにより、破断となった。突如とした遺跡話にチェーティル・シームは、 当時自身がボレレンガでディレクターを務めている際の2005年にカリーウが2012年にクラブに復帰するとの非公式の契約を締結していたことをドックブロドットに明かした。2013年2月にシーズン絶望の怪我を負ったディエゴ・ミリーとの代役としてイタリア一部のインテルナティオナール・ミラノのトライアルを受けたが十分なコンディションではないと判断され契約には至らなかった。 1998年11月18日にカイロで行われたエジプトとの親善試合でアルフインゲ・ゲハーラントに代わり途中出場でノルウェー代表初出場を飾って以降で91試合24得点を記録し UEFA ユーロ2000に出場した UEFA ユーロ2008予選では中心選手として10試合4得点にアシストを上げるもチームはトルコに 勝ち点1差の3位に終わり本戦出場は叶わなかった。ちなみに3位入賞した UEFAU-21 欧州選手権1998の一員に当初は選出されていたものの単角急勝により事態を余儀なくされた。ボレレンガフォトバルローゼンボリビー系バレンシア CF オリンピックリオン。ありがとうございます。